今日はあの都知事選挙の、まあ、蓮舫さんの、演説会ということであるんですけど、今日それにいらっしゃったんですか？はい。どんなお気持ちで来られましたんでしょうか？やっぱり蓮舫さんに都知事になってほしいから、まあ、なんでしょうね、頭数に自分もなることでこう選挙を盛り上げる、その力になりたいなと思って、まあ、来ました。でも今政治ってすごいなんかつまんないって言ったらあれですけども、知ってありがたい面というのはたくさんあると思うんですけど、はい、でこういう中でなんかこうあえて選挙に行こうとか、そういう気持ちって湧いてきます？そうですね、なんか個人的には政治に興味がある人なので、あの自分が、なので、まあ、ただなんかその SNS とかで発信力があるわけでもないし、まあ、友達と政治の話そんなにするわけでもないので、じゃあ自分が何ができるかって言ったら、やっぱこういう場に足を運ぶっていうことぐらいしかないのかなと思って、まあ、ただ投票するだけじゃもったいないなと思って、まあ、頭数になりに行くっていうことで、まあ、ここに来てますね。前からそういうふうに政治に対して関心が終わりだったんですか？大学生ぐらいからですかね。何かきっかけありました？きっかけ、何かあったわけではないんですけど、まあ、何でしょうね、大学でなんかだんだん世の中のことを勉強するに従って興味持ってきたって感じですかね。はい、これから何かしたいとか、そういうことってはそういうこと特にあるわけじゃない？そうですね、普通にそういう、まあ、できたら、まあ、いいなと思うんですけど、仕事もありますし。あ、そうですね、お仕事やられてます、はい、そうです、あの普通のサラリーマンだって。大学卒業されたの何年前？2019年です。19年ってことは5年前です、はい、相当厳しい今社会生活を送られてるっていうか、物価は上がるわ、やっぱり生活しにくいわという、それは肌で感じておられる？感じてますね、なんかその買い物とか行ってもやっぱりすごい物の値段とか上がってますし、そういうのはありますよね。はい、はけ口、やっぱこういう場じゃないですかね、やっぱり。やっぱ現実を見てみたいというか、現実っていうか、生を見てみたいというか。そうですね、あと、なんでしょう、そこら辺を歩いてる人に、自分がのような人もいるっていうことを見せたいんですよ。なんで、人がいっぱいいるっていうのを見せれば、ちょっとは選挙に影響が与えられるんじゃないかって、ちょっと思う。だから、その世代の声を蓮舫さんが代弁をし、今、お訴えをさせていただいております。どうだー、ね、蓮舫さん、立ち止まって、街づくりについて、今生まれた子どもたち、今育っている子どもたち、その子たちが十数年後、数年後、必ず社会に出るとき、皆さんのお孫さんが、皆さんのお子さんが、お友達のお子さんが社会に出るときに、今安心はありますか？背中を支えなくても独り立ちできるという東京ですか？残念ながら東京は日本で一番豊かさのない懐なんです。住むことができない、そういう環境にあるから、東京に人が出てくれば出てくるほど日本の出生率成功なる決意をしてくれました。蓮舫さん、です多くの市民団体の皆さんや、そして立憲民主党や共産党やいろんな野党の、立憲野党の、今日はどうしてこちらにいらっしゃいましたか？まあ、買い物に出たついでに蓮舫さん の演説会があるというので一度聞こうと思って来ました。はい、それはもう前からご存知だったんですか？ツイッターとかで情報を入るようにしてあるので、はい、関心はございます？あります。この辺に今年の手続きの関心というのはどこにあるんですか？いろいろあるんですけど、まあ、私としてはその困ってる人というか、毎日ね、辛い思いをして生活してる人がやっぱり都内もたくさんいると思うんですね。で、そういう方たちに、まあ、手を差し伸べるというか、もっとより良い生活できるための支援をしてほしいなと思っているので、はい、今のね、都政はどうかなってすごく思うのと、
あとこう神宮外苑とか日比谷とかいろいろね、葛西臨海公園もそうなんですかね、あっちの方行ってないんでわからないんですけど、やっぱりあのこう今まで培ってきたいいものを活用してこう活性化してほしいなって思ってるんですけど、壊して再開発っていうのはちょっと違うんじゃないかなってすごく思ってて、はい、その辺がやっぱり引っかかっているので、はい、小池都政の8年間というのはどういう都政ですか？私はあの8年前はまだ都内に住んでなかったんですね。で、実際の生活としてはそんなに都政を身近に感じるっていうことはないんですけど、でもやっぱりなんか優しくないなっていう感覚をすごく持つので、はい、やっぱりこの機会に変わるといいのかなって思っています。まあ、蓮舫さん初めて今回立ったんですけども、蓮舫さんが絶対スーパーマンだということもないとは思うんですけど、でも期待はされてると思うんですけど、どういうことを期待してますか？これだけ最後にお願いします。まず女性であるというか、はい、小池さんであんまり女性のメリットって感じなかったんですね。でも今回はなんか少し違うかなと。どの辺違いますか？そのジェンダーというのは、小池さんのジェンダーの目線というのはどうなんですか？小池さんは女性なんだけどすごい男性目線というか、男性の世界で頑張ってやってきた人っていう感じが私はしていて、で蓮舫さんは女性の目線というか、こう割と大切にしているというか、ジェンダーというものを意識して国会とかもやってきてると私は思うので、でなんか今回にこう蓮舫さんに対して女傑とかね、女同士の戦いとかってすごいこうね、行動で見るんですけど、あれ男同士だったらそんなことは言われないってやっぱりすごく思うので、やっぱりそこに男性のね、記者の人とかマスコミの人のこうなんかフィルターみたいなのがすごい入るなと思って、すごくその辺に矛盾を感じるんですね。だから、はい、そういう意味でも今回変化があればこう新しく変われるんではないかなって思ってます。